ティターナス・ジャイギャンティアス・タイタン・オウ・スバ・カミキリは、昆虫ズナの小種目カミキリムシ科に属する、カミキリムシで、カミキリムシの中では、最も巨大となる。南アメリカのベネズエラ、コロンビア、エクアドル、ペルー、ギアナ各国、北部中部ブラジルに分布する。本種は、世界最大のカミキリムシとして有名であり、世界最大のカブトムシの一つである。その体長は、 成虫で130から165ミ、mm、リメートル近くに達すると言われ、同じく世界最長のカブトムチとして知られる、ヘラクレスオオカブトは173ミ、mm、リメートル近くに達するが、大型個体の体長の半分は角が締めており、本種の方が本体はずっと大きい。薄葉カミキリ類の特徴である前向きの太くいかつい大顎を持ち、カミキリムシの特徴である長い触角は、 体長の半分ほどしかない。生体には不明な部分が多く、幼虫は見つかっていないが、成虫の体長から25センチメートルに達すると推測されている。他のカミキリムシや大型カブトムシの例からも、幼虫期間は3年かそれ以上と考えられている。和名では、その大きさから、低年齢向けの昆虫図鑑等では、オバケオウスバカミキリとも記載されることがある。 世界最大のカミキリムシとして有名であり、その希少性からも現地民に現金収入のため乱獲され、標本用に高額で取引されている。また、他のカミキリムシのようにその幼虫が現地民に食用とされていた歴史もある。また、本州の生息には広大な熱帯雨林が必要で、あると考えられ、開発による生息地の森林破壊も、 本種の個体数減少に関わっていると推測されている。本種の採取方法はライトトラップで得られた個体がほとんどである。これはヘラクレスオオカブトと同じく生息地が奥深く危険地帯であることとその生息環境がよくわかっていないことにゆえんする。ありがとうございます。